江頭主任、お誕生日おめでとうございます。もうめでったいって年じゃないけどね。そんなことありませんよ。こうやって年を重ねられるってことはとっても幸せなことです。おめでとうございます。そうね、どうもありがとう。江頭主任、写真撮りましょう。写真こっちこっち。久美子さん、野原さんも来てくれたんですか。ねえ久美ちゃん、こちらどなた。整備士の野原さんです。あら、いい男ね。私山口桃江、よろしくね。あの久美子さん、はい、あねえ、一緒に飛行機見に行きましょう。ロマンチックに。え、行きましょう。ああ久美子さん、あら先生、わざわざ私のために綺麗な花まで。あ、いや違うみたいだけど。出身どこ。宮崎です。吉川さん、どうぞ。ありがとうございます。すいません。あ、はい、大丈夫です。ちょっと、なんで久美子ばっかりモテんのよ。でもこうやって見ると結構可愛いかも。うざいけど別に悪い性格じゃないしね。何言ってるんだって、一人がさせたら息ないでしょ。行くよ、レディゴー。それ玉子先輩の口癖。久美子、あんたさ、そういえばさ、水虫治った。え、水虫。高校へも大変ね。ほら、早く病院行きなさい。そうそう、行ったで早く。ほら、バイバイ。栗山さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。あの栗山さん、お誕生日おめでとうございます。お祝いにここで宣言しようかな。何をですか。あのね、どういうこと。一体どういうこと。何なんですか。何なのよ、あの二人一体。主任だからってね、職権乱用。関係ないと思いますけど。あー、飲んでやる。大丈夫ですか。本当に大丈夫ですか。ちょっとあんた、私に二次会来るのっちゅうの。違います、心配してるんです。今日はね、飲みたいの。あー、飲んでやる。やめやめ。また君の誕生日を祝えると思わなかった。あなたがいなくてもちゃんと年は取りました。で、こんないい女ですか。お政治言ってもダメよ。今度は私一人でお祝いさせてね。うん。なんだか気乗りしない返事。そんなことないよ。腕組んじゃおうかな。ちょっとやめろって。ねえ、私みたいなこんないい女がさ、女の園でさ埋もれてんのもったいないと思わないの、原さん。なんで、なんで俺だけが。大丈夫ですか。ユージ、そいつを出せ。ダメです。なんだ、どこのまま。呼ばしたくなかったらすっかんだろ、寝る。ダメです。ちょっと君たち。なんだ。あ、いや、あの、うるせえ。あ、野原さん、ガツって言ってる。あ、舐めてんのか、こら。あ、やろ。剣道の波に飲まれて、今日もまた
いらっしゃいませ。全部で7人なんですけど、どっか休めるところってあります？吉川さん、エアポートラウンジをご案内して。はい、ご案内します。 あともう一つお願いしたいことがあるんですけど。では私が受けたまわります。吉川さん、先に皆さんをご案内してください。はい、どうぞ。こちらです。呼び出しお願いしたいんですけど。はい、玄海隆二です。はい、玄海隆二というものを呼び出していただきたいんです。はい、かしこまりました。どうぞごゆっくり。お疲れ様です。お怪我は大丈夫ですか？軽い捻挫ですね。湿布出して。ああ、そっか、よかった。じゃあ先生よろしくお願いします。うん、どうぞお大事に。なんて眩しい笑顔なんだ。なんだか知らないけど、あの子のおかげでこの患者増えちゃって、どうやらヤクザじゃないみたいですね。昨夜僕もいたんですよ、あの子たちに。出発までここで休んでるといいですよ。もうちょっと人数増やしたら。ご案内申し上げます。お客様のお呼び出しをいたします。ああ、時々こうやって聞いてんの。だからいろんなことご存じなわけ。玄関みゆき様とお待ち合わせの玄関隆二。随分変わった名前ですね。芸名なの。ご存知なんですか？うん、まあちょっとね。一番ツアーですか？あいつのとこだろ。俺ちょっと行ってきます。ちょっと待って、はい、私も行く。有名の人が今小泉先生に怪我の治療してもらってます。うん、いらっしゃい。一番ツアーですことだ、ここか。はい、玄海隆二呼び出したのは誰だ？お客様は誰だって聞いてんだよ。お客様のプライバシーに関することにはお答えいたしかねます。なに、舐めてんのか。黙ってろ。ここで待ってりゃ分かることだ。何ですかあれは。今お呼び出しした玄海隆二様は誰が呼び出したのかって聞きに来たのよ。困ったことになったわね。あいつらより先に玄海隆二探し出さないと。呼び出し頼んできたの誰？妹さんです。妹。エアポートラウンジの方で一座の方たちと一緒にいらっしゃいます。玄海隆二様。はい、それじゃあ何しらしゅにスタッフ通路からエアポートラウンジに行って、なんだこら。はい。はいじゃねえんだよ。ぶっ殺されてんのか。うるせんだよ。すいません。すいません。はい、俺たちに何か言おうかな。いや別に。お前あんまりジロジロ言うな。あ、指さすな。有名の人たち、あの人たちです。あの二人が探してるのが玄海隆二さんだったら、有名の人は玄海さんです。何言ってんのお前。私知ってます。何を。玄海隆二さんは今診療所で治療を受けてます。嘘。どうしましょう。じゃあとりあえずオフィスへ案内しろ。はい。どうしてお会いにならないんですか？皆さん玄海さんのこと探してらっしゃるんですよ。失礼いたします。主任、
こちらが玄海さん。はい。突然失礼いたします。先ほど妹のみゆき様から事情をお聞きしました。熊本のお父様がご病気だそうですね。皆さんお客様と一緒に帰るためにこちらでお待ちですよ。どいてくれ。お客さん、玄海さん。先生いる？主任。お疲れ様。お疲れ様です。先生、あ、なんだか胸がとっても苦しいんです。見てもらえます？飲みすぎです。ちょっと待って、話があるんだ。患者さんがお待ちですよ。望月さん、あの、あのお客様。ほっといてください。でもあんたも見たでしょ、こんな俺じゃ帰れないんだよ。そんなことないと思います。どんなことがあってもお父さんあなたのことを待ってらっしゃると思います。そんな簡単なことじゃないんだ。でも久美ちゃん、そんなにしてあるんだ。俺たちのこと嗅ぎつけてつらかったんじゃねえですか。そうそう、はい。玄海龍二さんはなんでこんなことになったの？総支配人、見つかった？はい。どこにいるの？はい、スカイブルーなんですけど、スカイブルー、あのそれが、総支配人どうしたんでしょう？なんかね、知り合いらしいよ、玄海さんと。玄海龍二さんと、うん、そっか。で、お連れしたのか？あの、それが、お前まさか俺にここ任せといてダメだったと言わせねえぞ。お前すいません。おい、よしか、頼むよ。すいません。いらっしゃいませ。どのようなご用件でしょう？保険かけたいんだけど。かしこまりました。こちらにご記入ください。はい、失礼します。様がお尋ねですけど。あ、失礼いたしました。あの、はい、保証の一番高い保険はこれでいいんでしょうか？あ、はい。これ以上ないの？あ、こちらが限度額となっております。そう、もっとも飛行機事故の確率は低いし、もっと確率の高いの。あの、お客様。いや、何でもないですよ。総支配に。あ、どうも。こんな時間にお珍しい。ちょっとこちらのお客様に用があって。浜村さん、よかった、覚えててくださった。お久しぶりです。お久しぶり。元気でした？はい。あ、ここを座っていいかしら？楽屋には行かなかったけどね、ずっとあなたの芝居見てたのよ、3年前まで。コーヒーお願いします。こちらの方にも。あ、かしこまりました。具合が気になりますし、兄がそういうのなら兄のことは諦めて次の熊本便で帰ろうと思います。
あの、空港にいらしたということはお兄様もお父様のことが気になっていらしたんだと思います。もう少し待って差し上げたらいかがでしょうか。どうぞ。どうもお世話様。お気をつけて。栗山さん、お前あのお客様の爪見たか。神崎様のですか。うん、真っ黒い爪してたやんな。そういえば親父と一緒だ。え、いくら洗ってもさ、オイルが爪の間に詰まっていつも真っ黒い爪してた。栗山さんのお父さんって飛行機の整備士やってた。俺が中学に入ったらすぐ死んじゃったけど。そうだったんですか。顔とかもう覚えてないけど、あの真っ黒い爪だけは今でもはっきり覚えてる。栗山さん、お前なんか気になんなかったか。神崎様、気になりました。保険の限度額気にしてたよな。ええ、飛行機事故は当てにならないようなことも。座れ。あ、でも追ってどうする気だ。わかりません。まさかお前熊本に死ぬ気ですかなんて、お前聞けないだろ。それはもうどうしようもねえんだよ。私お話聞いてきます。おい、吉川。お客様、神崎様。何でしょう。ご存知でしょうか、当ビッグウィングには大変美味しいコーヒーを飲ませてくれるお店があることを。あのそうなんです。お客様は先ほどのツアーデスクの100万人目のお客様なんです。あ、つまりお客様はコーヒーのサービスに当選なさいました。どうぞこちらへ。熊本の芝居小屋で初めてあなたを見たとき、あなたまだ10代だった。この子はきっと将来すごい大衆演劇の役者になるって思ったわ。そして事実そうなった。花村さんには本当にお世話になりました。憧れてた歌舞伎の舞台も花村さんに初めて見せてもらって夢が膨らんだ。あんたきっと日本一の役者になるとまで言ってくださって、あの言葉が私の心の支えでした。あの時東京へ向かう飛行機の中で、立派な役者になって日本中を飛び回りたいって思った。日本中を飛び回るどころか、地元に一座の劇場まで作って全国からお客様を呼び集めるまでになったじゃないの。それなのに父親が病に伏せてるっていうのに帰ろうともしない。ホストクラブに勤めてヤクザの情婦に手出して、あんな連中に追われて3年前にあなたに一体何が起こったの。40を過ぎた頃、俺は何のためにこんなことしてるんだろう。舞台の上で突然考えてしまったんです。自分のやっていることに何の意味もないような気がして、客には分からなかったかもしれませんが、芸もどんどん荒れてきて、どうにも自分自身に我慢ができなくなって、気がついたら東京行きの飛行機に乗ってました。ご遠慮なさらずお入りください。あ、神崎様お座りください。望月さん、こちらのお客様にコーヒーのプレゼントです。プレゼントですね。かしこまりました。ありがとうございます。兄貴、龍神やろいましたよ。喧嘩龍神こんなとこにいやがった。龍神落とし前どうつけてもらおう。ビッグウィングの総支配人花村です。私の前で絶対に暴力は許しません。またあんた。あ、総支配人、警察がすぐ来てくれるそうです。
ありがとうございます。龍二、今度当たるただじゃ終わないからな。てめえぶっ殺す。ああ、おくつろぎのところをお騒がせいたしまして誠に申し訳ございませんでした。とにかくいらっしゃい。帰るにしろ帰らないにしろ妹さんには会ってくれるわね。はい。行きましょう。あの人玄海隆二って言うんですよね。はい、ご存知なんですか。生きてる間にもう一回。え、あの神崎様。え、ちょっと一人にしてくれませんか。あ、でも、はい。そうか、ダメだったか。すいませんでした。望月さんにそれとなく様子を見てもらうように頼んできました。うん。アンナ、お前どう思う、あのお客様。それが何、生きてる間にもう一回って。の場所に来てくれなかったの。ちょっと事情があってな。でも帰る気になってくれたんでしょ。みんな待ってる。行こう。ちょっと待ってくれ。お父さんも待ってるの。相当弱ってるんだ。急いで帰ってあげて。帰れない。どうして。頼む、俺のことはもう忘れてくれ。でもここまで来てくれたんじゃない。今の俺を見せればお前も諦めがつくんじゃないかと思ったんだ。こんな俺が帰れるわけないだろう。わかった。お世話になりました。私も今は兄に代わって一座を預かる身です。父のことも心配ですし、次の便で帰りたいと思います。いいの。こんな育児なしの兄のためにみんなに迷惑をかけるわけにはいかないんです。あ、そう。あんたのお父さんもね。いや、生活の匂いっていうのは変なところに染み込んでるもんですね。そうですね。小さな町工場でね、40年間毎日毎日油にまみれて働いて、私も息子がいればな、昔から一緒に働いてくれた従業員が2人ほどいるんだが、今は来月の給料さえ払えない始末だよ。汗水流して働いて残ったのは借金だけとね。失礼ですが、熊本には何をしに行くんですか。申し訳ありませんけど、ひょっとしたら
芝居を見に行くんですよ。芝居ですか？死んだ女房と一緒に旅行した時に熊本で見た芝居ですよ。下界隆二のお芝居素晴らしかった。女房もすごく喜んでた。本当にそれだけですか？芝居を見に行くだけですか？え、変なこと考えないでください。お願いします。もうこれしか方法がないんですよ。バツですから生命保険も。いけません。私約束します。神崎さんに玄海さんのお芝居をお見せします。よしか、熊本まで行かなくてもここでお見せします。ちょっとよしか、いい加減にしろ。私玄海さんに頼んでみます。だから熊本に行かないでください。神崎さんお願いします。すいません、こいつはさっき考えずにバカなこと言ってしまって。でもそれしか神崎さんを元気づける方法がないと思ったんです。玄海さん一座に帰ること断ったのよ。私もう一度頼んでみます。帰るの拒んでる人どうやって説得すんだよ。やってみなければ分かりません。そうね、頼んでみましょう。何とかして彼にもう一度芝居をさせましょう。そしてそのお客様に見ていただきましょう。一度だけでいいんです。お願いします。無理だって言ってるじゃないですか。お兄ちゃんなら大丈夫だよね。分かったようなこと言うな。お前黙ってろ。何年舞台に立ってないと思ってるんだ。何度言われても無理だ。玄海さん、私はお芝居のことは何も分かりません。だから失礼なことを言ってるかもしれません。でも玄海さんは一体誰のためにお芝居をやってきたんですか？誰って、それは自分のためですよ。それは間違ってると思います。じゃあ一体誰のためにやってきたというんだ？決まってるじゃないですか。お客様のためです。お客様に少しでも喜ばれること、それが自分の幸せにもなる。だからこそ人は玄海さんのお芝居を見に来てくれたんじゃないんですか？私は役者じゃありません。でも毎日このビッグウィングという舞台に立っています。お客様に喜ばれること、それが私の幸せでもあるんです。今俺に人を喜ばせるような芸はない。そんな芝居できないんだ。あなたのことなんかどうでもいいんです。芝居がうまいとか下手だとかそんなこといいんです。元気になってもらいたいお客様がいるんです。あなたのお芝居で元気になるかもしれないんです。今絶望的な状態にある方で、もう一度頑張って一生懸命生きてもらいたいんです。あなたの芝居が見たいって言ってるんです。そういう方がいらっしゃるのに、どうしてお芝居をしていただけないんですか？お願いします。あなたのお芝居を見せてください。お願いします。お願いします。もうやめなさい。あなたまた私の大切な部下です。人の心の通じないような人間のために、その大切な部下にこれ以上頭を下げてほしくありません。そう支配に怖いんです。俺には自信がない。笑わせないでください。この人たちみたいにこんなに平凡な普通の仕事をしている人たちだって、自分の仕事にこんなに誇りを持ってるんですよ。優しさも度胸も持ってます。若い時から
大衆演劇の世界で天才って言われながら、いい年して自分の芸の目標を失ったって言って、当たり前の人間の優しさも度胸もない男なんか、私の知っている限界隆二ではありません。迷いや苦しみを持った今のあなたにしかできない芸もあるんじゃないんですか。そのあなたの生き様を見せることも役者なんじゃないんですか。私はそう思います。お兄ちゃんやろう、やらせてもらおう。私みんなに言ってくる。待て、みゆき。お兄ちゃん、できない。俺にはもう芝居なんてできないんだ。このチャンス逃がしたらあなたはもう二度と永久に舞台に立てないんですよ。それでもいいんですか。気配します。江頭はもうすぐ上がるよね。みんなに呼びかけます。はい、私も神崎さんに伝えてきます。はい。本当ですか。本当に玄海隆二の芝居ここで見ることができるんですか。はい、神崎さんのために。私なんかって信じられない。本当なんです。さあ行きましょう。久美ちゃん、私も見に行ってもいいかな。もちろんです。こんな立派なところで。総支配人が使わせてくださったんです。ちょうど空いてたんですよ。神様も神崎さんのことを応援してくださってるみたいです。申し訳ありませんでした。勝手な願いとは分かっています。もう一度俺に舞台を踏ませてください。ちょっと痩せたんじゃないの。出たんだよ。あ、栗山。あ、野原さん、相変わらず忙しそうだな。あ、そうだ、ね、野原さんも来てくださいよ。なんだよ。芝居やるんですよ。芝居。どこで。ここで。ここで、うん、あ、吉川もいますよ。あ、桃ちゃんは来るのかな。大丈夫、行きます、行かせていただきます。場所知ってるんですか。場所は。だから教えてくれよ。すいません、やめてください。お母さん、お礼どうぜひ行くよ。私も行っていいですか。もちろんよ。ありがとう。五木ひろしショーだったらいいけどさ、悪いけど私パス。小泉先生もおいでになると思いますけど。え、本当？本当ね。はい、いい？ちゃんと先生の隣の席開けとくのよ。はい。あんた自分の持ち場人にやらせといて何くだらないこと言ってんの。行かないわよ私。そうですか。野原さんも来るって。芝居見に行くでしょ。あ、それが
行けばいいんでしょ、行けば。あ、よかった。多分ね、いい芝居になると思うよ。そう、じゃあ俺準備あるから。すいません、お願いします。この熊本行きの航空券キャンセルできますか？もちろんです。あの、保険の方も解約してよろしいですよね？お願いします。はい。あなたのおかげだ。ありがとう。そんな、本当に神様っているのかな。ここで玄海隆二に会えた。そしてあなたにもね。準備の方いかがですか？はい、整いました。玄海さんは？大丈夫、あなたならきっとできる。はい。神崎さん、キャンセルは無事済みました。ありがとう。栗山！野原さん！うるさい。人生諦めが感じ。お似合い。ちゃちゃ、誰かね？知りませんよ。どんなお芝居なのかすっごく楽しみです。ほんとね。ございました。お久しぶりでござんす。どちらさんで？お見合わせでござんすか。忘れるのは無理やね。思い出しゃ今からちょうど10年目、永代橋のたもとで雪倒れになり死にそうだったおいらを助け、腹いっぺい飯を食わせてくれ銭までもらった貞九郎でござんす。悪いが覚えがありません。幸いでござんす。10年目、立派な役者になって戻ってくるとお約束いたしました。約束を破り、こんなヤクザな姿でお目文字いたしました。ここに100両の銭がある。この金でもう一度一座を立て直してやっておくなぜ。でも、おめえさんに助けられた時、人の情けを知りやした。ご恩芸師の万分の一、受け取っておくんなぜ。どんなことをしたか思い出せないのが悔しいが、少しのことを恩に着てそこまでしてくださるとは、ありがとうございます。ごめんなすて。お姉さんに芸者仕事は似合わねえ。役者の花道を六方を踏んで玄海。
皆様、本日は本当にありがとうございました。私、玄海隆二、本日このビッグウィングにて皆様の温かい心によって再び役者として復活することができました。花村さん、吉川さん、そして皆様、本当にありがとうございました。心より感謝いたします。あのご恩は一生忘れません。四十四にもなり、今日初めて芝居は心で演じるもの、皆様の心で支えられるものと知りました。今私の心は皆様への感謝と再び戻ってきた情熱と愛で踊っております。この心をぜひ皆様にお見せいたしたいと存じます。玄海隆二の魂が踊ります。生まれてきたのは踊るため、大きく愛しててかく踊れ、いばいばいばめまりかねかりべりぽさんぱうろ。子にしようか、この子どうか、悩み果てない一人人国、あれこれ苦労も踊るため大きく夢見てて、本当によかった、帰る気になってくれて。何のために芝居をしてきたか考えればすぐ分かる当たり前の答えをずっと探し回っていたのかもしれません、うん、そしてその答えを今日皆さんに教えていただきました。このご恩は一生忘れません。ちょっとやめてよ、そんなもう芝居終わったんだからオーバーよ。ありがとうございました。人生に必要のないものなど一つもありません。たとえそれが挫折であったとしても。じゃあ今晩みんな人は挫折の度に成長し大きくなって羽ばたいていくのです。